函館港西鳩場から望む五殿山函館山は、北海道函館市の市街地西端にある山であり、陸系島でもある。陸系島として表す場合でも、函館島、函館山島といった表現をすることは稀である。標高334メートル、周囲約9キロメートル。牛が寝そべるような外観からが牛山とも呼ばれる。 約100万年前の海底火山の噴出物が土台になり、その後の噴火による流気、沈下を繰り返して大きな島として出現。海流や風雨で削られて孤島になり、流出した土砂が堆積して、さすができ、約5000年前に、お島半島と陸続きの陸系島になった。函館市の中心街は、このサスの上にある。函館市街の地下に分布する、軽い思想が、 基地の第四期火山噴出物と対比できないことから、函館山を急減とする可能性が指摘されている。函館山とは展望台のある御殿山をはじめとして、薬師さん、つつ山塩見山、八幡、山、水、本山、倉掛山、地蔵、山入江山江戸、立山、観音山、山牛の瀬山、千畳敷といった13の山々の総称である。 戦場時期要塞やと要塞地帯法により、函館山では1898年から要塞建設が始まり、1905年までに山全体に砲台や発電所、観測所など17の施設が建設された。この時に山の頂上を削ったため、標高が348メートルから334メートルと低くなった。また、函館山が 要塞地帯になったことで、山全体が軍事機密となり、地形図から函館山が消えた。函館山の測量はもちろん、一般人の入山や函館山の写真を撮影すること、スケッチを撮ること、函館山に関する話題も厳しく制限された。1945年の第二次世界大戦終結で、要塞としての存在意義を失った函館山一帯の国有地は、 所管する大倉省から函館市へ無償で貸し付けられた。津軽要塞はアメリカ軍によって解体され、翌1946年10月に大倉省から一時使用の許可を受けた函館市は12月に函館山管理事務所を設置、函館山は一般市民に再び解放された。1948年に函館市はこの一帯326.6、 ヘクタールを都市計画法に基づく都市計画緑地、函館山緑地とした。戦後は夜景の名所として全国的に有名になる。現在、御殿山第一放題跡はロープウェイ施設や駐車場、展望台、送信所のもとに現存しているものの、崩落の危険などがあり、立ち入りが禁止されているが、残りの施設跡は一部見学できる。 約半世紀にわたって、一般人の立ち入りが禁止されてきたために、函館山の自然が守られ、今では、絶滅寸前と言われている、エゾヒキガエルなども、函館山に生息している。なお、現在では、エゾヒキガエルという種は存在しないとされ、日本ヒキガエルの亜種アズマヒキガエルの人移入とされている。そのため法的な保護は受けておらず、逆にヒキガエルや猫などの人移入種による、 在来種の捕食が懸念されている。この自然環境を保護するため、函館山の樹木や草花を取ることは、市条例によって禁止されている。2001年、函館山と放題跡として、北海道遺産に選定された。最近は中国からの観光客が多い。函館山から望む函館市街地山頂から、夜の函館を望む大森浜から見た、函館山前景。 左端が立ち町ち岬。右方のアンテナ群のある最高峰が五点山である五点山の山頂に展望台が設置され、山麓からは函館山ロープウェイや一般道や登山道を通じてアクセスすることができる。ただし、道道675号の函館山にかかる区間は、二輪車は終日、 一般車は4月25日から10月15日の17時22時の間通行できない。さらに10月16日から約3週間ほどの期間は、函館山ロープウェイ法定整備点検に伴う営業運転中止による交通渋滞緩和のためと日没時間を考慮して、規制時間帯を1時間前倒しで実施し、16時21時の間通行できない。 また、当期は全面通行止めとなる。徒歩で御殿山へ登るルートは複数あるが、東側の函館市電、宝来町停留場から、函館山ロープウェイ山陸駅と函館五国神社との間にある入り口を経て、旧山道を登るのが一般的で約 2.8km の道のりを1時間程度で登ることができる。他に、北側の函館土津前停留場から、 東本願寺船見市院横を経て登る、短く急なルートもある。いずれも途中に照明はないので、夜景を目的に登る場合は明かりを持参するか、日没頃には着くようにする必要がある。NHK、民放各局のテレビ、FM ラジオの送信所が、山頂展望台に近接して立っているが、アナログ UHF 局及び、地上デジタル放送全局では、 青森県側に電波が飛ばないようにするため、送信アンテナに指向性がかけられている。ありがとうございます。